カルバスがかっこいいですね。はい、今日乗るのは阪海電車になります。阪海電車はその文字の通り、大阪から堺を結んでいる路線になります。堺からしばらく歩きまして王将寺という交差点に行っています。交差点の先には前提が見えます。そこに天王寺方面の電車はこちらですね。浜寺駅前行きの路面電車になります。現在道路の信号と同じく信号待ちをしています。信号が青になりました。この、中に入っていくことはできません。ならばどうしても交差点は線路と道路が共有してますので、多少なりは影響は受けると思うんですけども、王将寺路線を見ると列車は浜寺公園からスタートしています。そして終点は天王寺で、住吉で恵比寿町方面の阪海線と上町線が分かれていきます。乗車する天王寺行きの電車が到着しました。使用車両は某604型岡崎屋七線の広告ラッピング車です。王将寺停留所を出発して一路天王寺まで向かいます。併用区間については道路信号に従うことになりますので信号待ちが発生してしまいます。面白い中吊り広告を発見。阪海阿鼻子道車庫でグルメフェスが行われていたようです。徐々にですがコロナ前の状況に戻ってきていて街も活気を取り戻しているのかなと思います。運賃については大人230円、子供120円の定額となっております。電車の運賃はだいたい距離計算が多いんですけども、こういう定額っていうのは初めて見ました。綾野町を発車すると列車は道路から分かれて専用軌道に進んでいきます。今までは道路の信号とかもありなかなかスピードアップができなかったんですけども、ここからは少しだけ速度を上げて走行していきます。阪神高速15号堺線の下をくぐっていきます。
車窓右手には阪海阿鼻子道車庫が広がります。大阪市に入って初めての駅が阿鼻子道駅になります。車両基地が所在し、阪海電車の拠点駅ともなっています。しばらく専用軌道を走っていましたが、住吉鳥居前の付近から再度併用軌道となります。現在住吉鳥居駅に停車中です。道幅もさほど広くない道を電車と自動車が並走しています。昔はもっとこういう景色が見れたのかもしれませんが、やはりこういう風に道路が支障されてしまうと、だんだんとこう路面電車も邪魔者になってしまって、日本中の路面電車っていうのがどんどん廃止されていったのだなっていうのを感じます。逆に数少ない昭和を雰囲気を残すような路線なのかもしれません。住吉鳥居前は住吉大社のアクセス駅になっています。住吉大社は全国2300箇所にある住吉神社の総本山となっています。石灯籠が並んでいますが、この住吉大社にある石灯籠は合わせて600基あるそうです。住吉停留所を発車しました。この住吉停留所なんですけど、教習所の教本で見るような超簡易的な電停になっています。住吉からは恵比寿町に向かう阪海線と、こちら天王寺駅前に向かう上町線に線路が分岐していきます。上の木停留所を発車しました。上の木駅を発車したあたりで南海高野線の上をクロスしていきます。阿部の停留所に停車しました。大阪メトロ谷町線との乗り換え駅です。皆様ご乗車お疲れ様でした。次は天王寺駅前、天王寺駅前終点でございます。離れでお泊まりの方は小さいお子様から大人の方まで、東南寺の岩村教育室へお越しください。不動産売買、相続の権利の保護などは、三井の利発する阿部の寺駅前では、駅の終着口で運賃をいただきます。本日も、阪海電車をご利用いただき、ありがとうございました。次は、天王寺駅前、終点でございます。車窓右手には、阿部のキューズモールが見えてきました。いよいよ終点、天王寺駅前に到着しました。電車を降りていきます。乗車ホームと降車ホームが分かれていて、すでに乗車ホームには人が待っています。天王寺駅前のホームからはアベノハルカスが見えます。天王寺からは大阪環状線に乗り換えて、さらに次の目的地に向かっていきます。本日はご視聴ありがとうございます。阪海電車の動画はここまでになります。また次回の動画でお待ちしております。さようなら。